ろしくお願いします。早く終わってください。6号機に分かれて出玉対決してみよう。オスサラリーマン番長2を選びました。ではいきます。というわけで最初のいただきラッシュ獲得枚数371枚とちょっと残念な結果でした。あ、オグレだ。まあまあまあ、そうですね。今日の自分はこんなもんっす。ステージ演した時にオグレだのちょっと分かりんかったんですけどね。よし、さあ。気持ちいいな。ハマりがね、小さなっていってます。さすがっすね。でもコンスタントに当たるな、やっぱ。さあ AT 終わって200ゲーム消化です。さあご覧あれ、なかなか番長ボーナスが引けずにいます。まあただここもね、対外モードは A の可能性高いところなので期待しましょう。200ゲーム台のゾーンです。やっぱ当たりますよね、凱旋の6はね。あれで3回目か。うん、ステージは普通ですね。またね。さあこちらは200ゲーム台のゾーン、今日初めての満潮ボーナスとなるかどうか。のさあ会議飛んで、ここは営業会議突入です。ちなみにミリオンゴッド神々の凱旋、こちらのオスサラリーマン番長 2AT 中の純増枚数では両方ともおよそ3枚というところで同じなので、同じ時間 AT 消化すれば出玉的にはそんなに差が開かないということが言えます。おお、来た来た、男丼。ああ、男丼、ここはいいですよ。チャンス目否定なら、おお、チャンス目。当たれ、よし。さあ249ゲーム、まあここは通常へのゾーン、ゲーム数での当たりとなりますね。はい、番長ボーナスは本日1回目ようやく引けました。まあ、先ほどは直撃 AT から371枚でしたけれども、やはり番長ボーナスから AT に行った方が枚数的には稼げます。どっちだ、赤7か。はい、さあ 9% の加算ですね。9ポイント貯まってましたか。男気 29% スタートです。さあ番長ボーナス中、まあ、トドロキの場合デカベル、デカナビ来た場合は 5% 以上アップですね。おお、続いてますね。いいですよ。レア役は 10% 以上のプラス。さあこれで 54% 順調です。リプレイでいった、ここはプラス5、74% です。これで強めです。はい、これで20ゲーム消化になります。まずは 74% でパンダに勝てるか。ボルダリング、赤タイトルです。ここはいけそうですね。おおお、トドロキが劣勢だ。はい、クリア、あと2つ。ここであと 5% でも上げれればな。
よし、右ベルですね。あ、3個ベルですね。さあこれで84% になりました。2つ目、後期なんで連役否定ね。このバトルは継続確定ということになりますね。あ、チャンス目か。まあでもこれで書き換えですね。燃えるぜ燃えるぜ、頭で浸かるぜ、心臓滅却。さあ、あと一つ、あと一つ、 89%、 もう大丈夫でしょう。はい、さあ3戦目ラストバトル。男気 89% のバトルです。負けるわけにはいきません。強いですね。はい、まあまあまあ、ここは勝たないかんですよね。これで2回目のいただきラッシュ突入となります。参ります。さあ行きましょう。結構 AT 中若神が好きだったんですけれども、なんかやっぱりあのバスバチャレンジが止まるかどうかのこうワクワク感を味わいたいというところでは、結構最近トドロキが好きですね。演出的にちょっともう一回トミーさんの様子を見に行ってまいります。どれくらい出されてるのか。続かない。お疲れ様です。いかがですか調子の方は。あ、3回ハマりがね、だんだんなくなって減ってきてはいるなって感じなんですけど、続かないです。ちなみに獲得枚数、はい、おー、目の前で当てられました。2セット目ですか。そうですね。じゃあもう頑張んないと。あるんやなこれ。とりあえず白でよかった。わ、これでもう500枚くらい出ていますもん ね、 ね、ちょっと頑張ります。戻ろう。よし、やばいやばい。今トミーさんの台見てきたら2セット目に入ってましたので、500枚くらいの獲得にはなりそうです。あちらがなので、もう僕がさっきの枚数を上回らないと勝ち目ありません。500枚と言わず1000枚ぐらいは出したいと言ってますからね。このままじゃ終わりません。出してやる。来ないな。お、リプレイ。これはいった、いただきスラッシュ。えい、さあ始めるぞ。まずは500枚超えよう獲得枚数。まあ、あとはね、サマイ数は残り少ない状態なので、もちろん上乗せも欲しいんですけど、まあ、とにかくこのスラッシュを長く消化することが大事。乗ってくれんかな、スラッシュ。全部白背景だな、今日。乗らない。来てくれよ、もうちょっと。お願い。決まらない。上乗せは来た。10枚か。よしよし。さあ残りまだ18ゲームあります。スラッシュこんなに難しかったかな。もうちょっとスラッシュ引けるイメージあったんですけど、今日はなかなか入れれません。ラスト、今回もスラッシュ中のスラッシュはありませんでした。上乗せ10枚のみ、ちょっと弱すぎる。しかしまた高確率の状態ですね。残り47枚です。
これは決まった、リールロックプラスバスバチャレンジ、よし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 、2回目さあ枚数的にはさっきの AT 超えれそうな雰囲気ですけどね、まあまだスラッシュ乗せてこっちの残り3枚数も乗せていかないといけません。よしよし、やるじゃねえか、さあこれでノルマがたまりましたね、ハンコベル10個目後期上乗せかな、スラッシュは残り4ゲームです、成功しろ、20枚の上乗せです。さあスラッシュは残り3ゲーム、あ、もっと乗った、これで残りが89枚ですね、いただきラッシュは、スラッシュ中のスラッシュは今回もありませんでしたが、上乗せが今回40枚ありました。さあこれで獲得枚数は400枚を超えてきます、まあ400枚ぐらいではね話になりませんけど、まだなんですか、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 あ、ループしてる、取った取りました、なんですか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 、わあ3セット目1000枚出さんといかんくなった、まあでもこっちも AT 中ですからね、まあ3セットで終わりでしょどうせ、やりました、え、な、上乗せですか、上乗せじゃない、あ、普通に、はい、あ、ループですか、ループ取ってますね多分、はあ悔しい、行きます、ちょっと悔しい言うとる場合じゃない、3セットか、いやー3セット目行かれると、いやでも3セットで終わればまだ4セット目行かれると辛いですけどね、いや久しくスロット打ててなかったんで、コインを泥箱に入れる作業っていうのがめっちゃ新鮮っす、まあこれもうループ取ってますからまだ2,300増えるんで、まあ1000枚は軽く突破します、シーサーさん残念ですけどいきますね、とどめシーサー、とどめシーサー、まだとどめは差し切れんようですね、お願いないか、はぁ終わってしまった、引き戻せ、引き戻しちまえ、赤い、うん、強チェリーなら確定です、弱チェリーで 50%、 弱チェリーでお願い、よっしゃいった、2セット目楽勝、2セット目これで500枚は超えます、獲得枚数、あ、少ないですよね、スラッシュがね、まだ2回しかここまで今日入ってません、そんな、残念、スラッシュ入れねんときついよ、541枚という結果でした、つら、まあまあ引っ張んな
カッチカチだぞこれ、カッチカチ。ええ音やこれ。しずくさんステージは期待できるっす。 SGG ですか？聞きました。やめやめやめ。終わり。うわー、もうとどめ刺されました。いやー、最後トミーさんやっぱ強えな。トミーさん引き強いですよね。はい、というわけでもう残り時間もわずかとなってるんですけれども、ちょっとトミーさんの獲得枚数に僕が追いつくことはできません、時間内でですね。まあ残念な結果でしたけれども、ここはトミーさんを称えるべきだと思います。さすがでございました。はい、というわけで私シーサーはここで終了したいと思います。ありがとうございました。いやー、もうあかんからで思ってたんだけど、最後の最後にね見せれるっていうのかな、この私なんですかね。もう2つありますから。よいしょ、実戦終了でございます。お疲れ様でした。いやー、やっぱり5号機の凱旋と6号機のサラバン2、ちょっと AT 中のこう力の差があったというか、やっぱ凱旋強いですね。まあちょっと結果の方は聞いてみないとわからないというところなんですけれども、トミさん結果の方いかがでした？でも、まあ、途中で今もう切り上げたんですけど、はい、まだ5セット以上残ってるような状況なので。5セット以上残ってる、はい、初当たりを引いて、SGG 引いて、いや、その中初当たりで、その後にキナナ5連で1つ取って2個、はい、アイコストックして、で7、赤7揃いでもう1個ストックで、SGG 中に1個ストック、最後の最後 G ストップ、とどめの G ストップで1個。なるほど、もう凱旋でそれされるとどうしようもなかったですね。まあ私の方はそのいただきラッシュの当選が2回あって、ちょっとね限界突破に届かなかったので、獲得枚数も500枚超えるのがやっとという結果でした。なのでトミーさんが3セット目を迎えなければ勝てるっていうところだったんですけど、まあ、やっぱりね凱旋短時間とはいえ瞬発力のある AT 機だなっていうのを改めて感じました。もうちょっと長く打てれば僕の方もって言ってしまうと負け惜しみになってしまうんですけれども、まあ、今回は残念ながら私シーサーの負けということで2連敗でございます。ということで、残り3戦2勝した方が勝ちというバトル、すでにこれでトミーさんの勝利が確定してしまいましたのでまあこれはこれで約束でしたので、まあ今後ですね、ちょっと日程の方はまだ、未確定ですけれども、トミーさんがご指定する店舗で、僕がゴッと引くまで帰れませんの生放送を楽しみだこれ、気候なチャンネルさんの方でやらせていただきたいと思います。そういう時はね結構引くんですよ。
営業中にね、やっぱ審査強いですから、僕やっぱりお金、はい、お金じゃない、営業中の時には非常に弱いんですけど、サンドにお金入れてない時に、入れてない時になんでこういう力が発揮できるのかよくわからないです、ね、まあ個人的には営業中に強い方が楽しいですけどね。いやいや、もちろんもちろん、はい、そう、まあでもこういうバトル企画は負けると悔しいものです。というわけでですね、まだ次回の第3戦目残ってますけれども、キコーナグループのどこかの店舗で、ゴッド引くまで帰れませんの生放送を私さ行いますので、まあ、その時はですねリアルタイムでぜひたくさんの方に見ていただけたらと思います。そうですね、はい、そして次回のバトルまだどういったバトルをするかというのは決まってないんですけれども、はい、まあ、ここからはですねまた配信の方あまりこう間が空かずにやっていきたいと思いますので次回の配信もぜひよろしくお願いいたします。そして、こちらキコーナチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、どうもありがとうございました。